はい、じゃあ最後に奈良が危ない。ね。例の件ですね。はい。副団長、リツイートしてますんで、加藤太龍翔さんの、ツイート、解説とコメントお願いします。8番ですかね。8番ね、8番。8番。山下真、奈良県知事が昨年開催の東アジア地方政府会議で、習近平の人類運命共同体構築を称賛したことが中国メディアで報道。なんでも、山下知事は各国の地方政府の交流で相互の信頼を高め、人類運命共同体を構築することができる。述べたそうな。五條市での異常な太陽光発電への執着など、すべてに合点がいく。ということで、これはツイッター探偵団でも、いろいろ紹介させていただいているメイさんのですね、メールの引用、リツイートです。で、この、メイさんの、ツイートの中では、以前にもご紹介しましたが、習近平の人類運命共同体構想は、マルクス・レーニン主義に基づいたゴミのようなプロジェクトです。一帯一路理念バージョン、奈良県大丈夫でしょうか、という、警鐘を鳴らすツイート、ですね。まあ、その、この山下知事って、維新が推して通った候補、公認ですよ、公認。維新の公押認すどころか公認ですからでね。すよね。それで通った途端に、防犯、施設にするはずだったところを、メガソーラー施設に、突然、地元の承認もなく、変えちゃって、俺が変えたことに文句をつけるな的な態度を取り続けている人ですよね。いや、だから、奈良県民の皆さんも、これ本当に、こういう人だったって、理解して、反省していただきたいんですよ。いろいろ新しい人に変えれば、新しいことが起きていいというふうに、やっぱり、人がいいと思っちゃうんですけど、人を変えたら悪くなることっていっぱいあるんで、ここは、こういう人を選ぶと、本当に、県も日本も、乗っ取られていきますよっていうことを、まあ、皆さんが気づかないように、気づかないように進めていっちゃうんですね。維新も本当の国民政党になりたいんだったら、こういうところできちんと反省して、こういう人を候補者にしないような党にならないと、我々は厳しく批判を続けることになりますと思います。人類運命共同体構想って。ねえ。まあ、中国はよくそんなことを言うわと思いますな。ね、中国人はですね、運そ命れ共同が、体というか、中国人はね、よはい、く言うんどうですぞ。よ。人類運命共同体になれば、我々が主人だと思ってるんです。というのは、彼らをよく冗談めかして言うんですけど、国が中国人に外国人と結婚しなさいと命令するだけで、中国人、60億のうち15億人いますからね。一世代で人類の半分が中国系の家庭になると。二世代経てば全ての家庭が中国系の家庭になる。彼らは冗談めかしてよくこれ言うんですよ。だから人類共同体、人類を中華民族、その4分の1を占めている共産党独裁中国が指導する。本気でそういうことが将来できると思ってますからね。我々の言う人類共同体と彼らの言う人類共同体っていうのは違いますから。これを皆さんよく理解していただきたいと思います。はい。44分に、なりました。はい。本日もですね、2614人の方に、この瞬間、ご視聴を、いただきました。深夜にもかかりませず、本当にありがとうございます。まあ、川勝知事は、こういう形で、辞職ということが、決まりました。ね。山下知事はまだ、3年以上、知事職を務める任期が残っております。まあ、この辺をね、奈良県民の皆さん、特にこれ自民党が分裂しましたんでね、自民党関係者でありながら自民党推薦候補を推さなかった方々はね、ちょっと胸に
手を当てて考えて、いただきたいなと、思います。はい。それでは、以上とさせていただきます。一般公開ライブ、以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、一般公開ライブからメンバーレベル2に移らせていただきたいと思います。東京中国問題に入ります。はい。ちょっと待ってくださいね。すいません。こちらでした。はい。はい、それではキューバ。これね。これは私のツイートですけど、乙武さんがですね、記者会見をされました。これ、まあ、都民ファースト、ファーストの会、ね、こういう、こう、ポスターを貼っておきながらですね、まあ、無所属っていうのは、なかなか理解できないんじゃないかなと思って、おりました。で、10番、まあ、私はもうずっと言ってるんですけど、まだ決定してないんで、まあ、決まったことには、従いますが、まあ、とにかく自民党はもうね、自主投票にしてくれと、候補者が出せなかったっていうのは、これもう本当にどうにもなりません。だからといって、じゃあ乙武さんを推薦すれば、全国の自民党員が左派的政策を肯定したと勘違いされますと、ね、もういい迷惑ですと、絶対に乙武さんへの推薦決定はやめないでください。これは地元の自民党高等支部も、まあ、はっきりと口にはしないものの、まあ、そこはやっぱり支部もね、組織の、一端でありますから、まあ、その辺は最低限の、礼儀作法をわきまえているんだと思いますけれども、まあちょこっとね、今日の記者会見の様子、まあ、僕もちょっとライブで見たわけじゃないんですけども、副団長、どうでしょうかね。その、記者会見は私、見ておりません。乙武さんの。うんうん、また今日乙武さんがこの立候補したってことについて、はい。まあまあ、この人はね、どこでも出たい人なんですよ。実は、私の地元、27区なんですけど、ここにもね、手を挙げに来たんですよね。あ、そうなの。はい。で、ただ、それはいつの衆議院選挙？今回。衆議院選挙。はい。で、今、今回、黒崎さんっていうね、方が、今、総支部長に、なるほど。今、なってるんですけど、その支部長。森さんの後輩って人ね。そうそう、その支部長の争いの時に、うん、乙武さんも、まあ、手挙げに来てるんですよ。なるほど。へ、それで敗れたわけね。そう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 。乙武さんってどこに住んでるのかな、俺知らないんだけど。そう、まあ、とにかく、まあ、そこはね、中野の自民党は、まあ、最低限の認識があったというか、はい、うん、まあ、だけど、高等の自民党はどうなんですかって思うんだけど、ちゃんと上層部に逆らってくださいねって思ってますけどね。いや、逆らわないとね、いや、こういう言い方は何なんですけど、まあ、誰もが考えていることですけど、補欠選挙終わってももうすぐ本選挙ですからね。重要な補欠選挙ではありますが、本選挙のことと抱き合わせで考えたときに、まあ補欠選挙の準備よりも、もうどこの政党もこの補欠選挙の後を考えてます。島根でもそうでしたね。で、長崎なんかもその最たるもんですよね。候補者出さないってことは本当にあってはならないことなんですけれども、選挙が変わるんで、次の選挙のことで、選挙中を、まあ、考えていると。だから東京中国も多分、まあ、補欠選挙のことももちろん考えているでしょうけども、候補者が出せないんだったら、もうとにかく本ちゃん選挙、
6月にもあるかもしれないと、まあ、果たして、支持率が、ね、このままで、やりきれるかどうかというところもまたあるし、ただまあ総裁選が終わった後は多分ありますよ、まあ、そんなこんなでね、まあ、ちょっと乙高さんの出る幕っていうか、だからといって次の中国の本ちゃん選挙で乙武さんが出たいということを乙武さんは考えてると思うんですよね、うん、だから出しちゃダメです、ここで推薦なんか出そうもんなら次の本ちゃん選挙、息の長い本ちゃん選挙の時に乙武さんを公認することに流れになっちゃいますんでね、そういう点でね絶対に出さないでほしい。あ、で、あとね、ちょっと僕、かばうわけじゃないですけど、萩生田さんが最低だ、最低だっつって、なんか結構、矢面に立たされてるんですが、実は補欠選挙は、地元よりも党本部です、基本的に。で、地元が反対している以上、都連もこれに、これを追認することもない。あと、茂木さんも、やっと報道に出ましたけども、私が前言ったように茂木さんも乙武さんの推薦には反対の意向を示していた。今そういう状態ですね。で最後は誰が決めるのって言ったら幹事長じゃないんですよ。これは総裁が決めるんです。国会議員と、都道府県議会議員、あとは政令市の首長、政令市の、市議会議員。東京都はどうなんだろうな。東京都は東京都連特別区だから、都連で決めますけど、まあ、東京はそれは都連で決めるんだ。都連が強いので国 と、 と、東京都で争っても都連が折れないことって都知事選なんかよくありますよね。あ、都知事選ね、都知事選ね、はい、まあ、そんなんでね、ちょっと萩生田さんには今何の決定権もないので、まあ、そこは皆さんご了解をいただければなと思います。関連の11が面白いので。はい、じゃあ11紹介してください。どうぞ。はい。11はですね、次国より一さんで、この方のツイッター初めて紹介させていただきますけれども、私は相互フォローしている方、です。で、この方がですね、一人だけ静止画とか、あからさますぎて顎外れたしてですね、昔日本第一党の、桜井誠氏の時も似たようなことだったけども、各テレビ局、本当にマスゴミ、クズですねと。で、これは NHK が各、15区の、候補者を紹介するのに、乙武、酒井、金沢、吉川、須藤、秋元、各氏は動画で商法したのに、飯山あかり氏のみ静止画だったと。まあ、こういうですね、まあ、NHK はやっぱり底派だねっていうですね、まあ、こういう、まあ、意図的な差別、報道をしたということが、まあ、ネットで報じられていたので、まあ、こんなところに我々はなぜ受信料を払わなきゃいけないんだろうかということも含めてですね、国民に多く知っていただきたいというニュースであります。はい、ありがとうございます。まあ、こういったことがね、繰り返されておりますけれども、めげずに、本当それぞれの陣営頑張っていただきたいなと、願うばかりであります。はい、でそれにで関連して15区、はい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 、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、関連して15区のもう一つの話題ということで、12番、参りましょうか。公示前の事前運動はネット上のものでも公職選挙法違反の可能性があると、これ立憲民主党の、まあ、ポスターとは書いていないんですけども、こういうポスターを大串博志衆議院議員、辻元清美参議院議員、そして杉尾秀哉参議院議員がそれぞれ の、 SNS に上げていたと。まあ、ところが、まあ、これはちょっとやばいなってな話で、今削除されているんですかね。
まあ、ちょっと一歩入っちゃったっていう、そういう話です。で、13番は吉田議員もリツイートをしているので、まあ、抱き合わせでちょっと解説していただけますか。そうですね、まあ、これはもう、まあ、皆さん、選挙をやる人は分かっているんですけど、私なんかは自分の仲間に説明するときは、選挙、投票、立候補、この3つの言葉を同時に言ったら違反になるから言わないでねっていう言い方をして、ご協力をお願いしてるんですね。告示日前は、選挙、投票、立候補、この3つを同時に言ってはいけないと。だから、選挙に出ますと。いつの選挙に出るかっていうことを明示してはいけない。で、そして、名前、誰が出ますということを明示してはいけない。そして投票してくださいと。これを言ってはいけない。これを3つ合わせると絶対にアウトというふうに、まあ、我々は、僕なんかは公職選挙法を理解しているんです。で、だから将来選挙出るんだけど、って言うだけだったらどの選挙に出るかわからない。あるいは、選挙、この人が選挙に出るんだけど、投票してねと依頼しない。これであればアウトにならない。で、このポスターを見るとですね、まず衆議院の補欠選挙、いつの選挙が分かっている、名前を出している、この人をお願いする、そしてそのツイートにはよろしくお願いしますと言っているんですね。で、これ限りなく黒に近いグレーで、各選管と警察当局の判断によるんです。投票してくださいとは書いていないんですが、投票してくださいという意味かどうかが問われるという、まあ、違法性が問われるポスターであることは間違いない。で、これを相次いで、立憲民主党の、国会議員が、流し、そして指摘を受けたら削除した。ね、補選よろしくお願いします。ですからね、これが投票依頼に当たるか当たらないかっていう判断なんですが、まあ、さすがに怖くなったのか削除したわけですけれども、まあ、ここの警察の判断がどうなるか。まあ、厳しい判断をね、私は期待したいと思いますけれども、こういうことを、まあ、ちっちゃな政党なら、私も、まあ、政権交代をしたいという政党がこういうことをやっていいのかという、まあ、話ですね。で、ちょっと急がせますけど、関連の21番はぜひ紹介してから終わりたいんですが、団長、お願いしていいですか。21番。で、ちょっとここの件だけはちょっと僕にコメントさせてください。21って何？15区の予測。ああ、わかりました。はい。この補欠選挙、このね、ポスター、もう一回ちょっと出していただきたいんですけど、僕が一番気になったのは、告示日、投票日って書いてあるところですね。普通ね、まあ、これ3連ポスターなのかなと思ったんですけど、3連ポスターの場合はね、ここに告示日、投票日っていうところを書かずにね、街講演頭会、演説会、そう、演説会、そう。講演会もしくは街頭演説会、これをね、あえて5月5日に、どこどこの、例えば中野区、中野駅前でやりますとか、こういうようなものの3連ポストならギリセーフかなと。そうですね。これを多分ね、間違えて告示日と投票日入れちゃったってこと。まで、ずあそう。と、まあ、衆議院選挙7回やった経験上、よろしくお願いしますは、まギリギリ。あ、投票依頼には入らないと、まあ、そんな理解で、私はずっとやってきました。というのは、さっきの3点セットが揃っちゃまずいと。そうだですね。から、誰がどの選挙に出るので投票してくださいを3つ揃っちゃいけないんだったら、誰がどの選挙によろしくお願いしますは OK だっていう、まあそんな理解ですな。じゃあ投票21日番、書いてますからね。どうぞ紹介してください。投票日って書いてあるから、限りなくブラックですけどね。じゃあ21番お願いします。どうぞ、やってください。はい、あんかけナポリさんのですね、まあ、高橋陽一教授が表読みをしていましたねと。各数字に若干残されるけど、票の分配は私も同意見ですという内容で、これも関心深いのはですね、これ、立憲民主党は、6引く2で、4、日本維新の会は5、賛成党1、ファーストの会は、10引く2引く3で、5、日本保守党、飯山さんも5、無所属、秋元さん3、周防、元気さん2という、30万人がこれぐらいの得票をすると読んでいますという、こういう分析をされていて、
これ素直に読むと、日本維新の会と、飯山あかりさんが、1位、2位。で、乙武さんは、乙武さんと秋元さんが3位。と、こういうふうに、読める、まあ、要するに予測なので、まあ、まともな人はこれを励みに頑張りましょうっていう意味で、紹介させていただきました。はい。はい、ありがとうございます。はい、それでは1番いきましょうか。岸田首相が訪米、です。ねえ。よくやりましたね、僕ちゃん。ね、褒めてあげるよってな感じなんでしょうか。岸田首相が国賓待遇で、訪米へ、出発ということです。で、ここでね、まあ、私もちょっと耳を疑ったんですけど、出発するときに、日米がグローバルなパートナーだと世界に発信というようなこと、まあ、それはそれで、いいんですけれども、まあ、イベント的なことはいいにしてもね、ちょいとですね、変な約束をしてこなきゃいいなと、いうことをやっぱり感じるんですね。というのは、ノースカロライナ州を訪問することについて、まあ、日本企業が記事にありますね、大規模な投資を行っている地域だが、ここで日系企業の関係者、日本語学習者、こういった方々と会うことなどを通じ、日米関係が幅広い分野において支えられているということ、中央だけでなく地方も含めて裾野の広い関係であるということを示す機会にしたいということですね。まあ、インド太平洋における平和と安定、法の支配に基づく自由で開かれた、ね、インド太平洋って言葉の順番を変えるんだよね。ずっとなんか継承して使ってほしいなと思うんですけども、自由で開かれた国際秩序ですよ、ね、自由で開かれたインド太平洋、これをあえて使わないところにいろんな意図を感じるんですけども、この3国の、連携は大変重要だ、まあ、これは、アメリカ、フィリピン、そして、日本と、いうことでありますね。まあ、ツイートのいろんなものがあるんで、紹介したいんですが、まあ、副団長、まずコメントを最初にいただこうかな。お願いします。まあ、もう大変申し訳ない、暗い負けっていうかね、要するに日本の国民が支える、日本の総理大臣だから国賓待遇なだけで、別に岸田さんが能力があるから国賓として、まあ、招かれたわけでも何でもないんですよね。安倍さんの場合はもうこの人が世界に必要だからっていう、そのことが先に立ってるわけですけども、まあ、だから世界中の取り上げ方っていうか、これ他の国のメディアが報じないんですよ、岸田さんの訪米ってね。ということを、まあ、本人が理解してるのかしてないのかということですね。で、そしてもう本当にみんなが変な宿題だけもらってニヤニヤ帰ってくんじゃないよと、あるいは余計なことだけね、 LGBT 法のなんか欠陥法みたいな、ああいうことを何も無分別にもらって帰ってくるんじゃないよと、そういう心配だけしかしない総理大臣の訪米って、もうとっても国民にとって悲しいことですよね。で、そして本当はこの時期一番やんなければいけないのは、本人が言葉ずれはなぞってるけれども、日米、まあ、オーストラリアもちょっとね、政権かっていうのはちょっといろいろ微妙な状況ですけど、ですからインド、そして、まあ、最近やってフィリピンも入ってきた、いろんなところときちんと連携して、民主主義と、人権と反覇権主義の、まあ、何しろ暴発を防ぐための、自由の連帯っていうかね、インド太平洋を作るためっていうメッセージに、まあ、本当に日本がアメリカとともに積極的にトップを切って、体を張って取り組みますよっていうメッセージを伝えることが、世界に日本が求められていることなわけですよ。それがアジアでは日本が頑張る、ヨーロッパではまあ NATO が頑張るっていうふうに、お互い頑張ろうねっていう関係を作ることが期待されるので、まあ、
ちょっと北さんには難しいけれども、そういうメッセージをぜひね、発信してくださいと思います。韓国との、関係についてとか、また北朝鮮のとのことについてとか、なんかまた新しい指示のようなアドバイスのような注文のようなものを、もらってこないとも限らない。で、多分日本に帰ってきた時にはこの成果を持ってね、支持率が上がっているんじゃないかって、多分そういうことも考えているんだと思うんですよ。私が思ってるって話じゃないですよ。この辺はどうですかね。その辺が、彼が、うすら頭が空っぽだっていうふうに思うところで、韓国や北朝鮮との関係について、日本は宿題をもらってくる関係じゃなくて、日本の立場をアメリカに飲ませる努力をしなきゃいけない立場なんですけど、彼からは全くそういう何か気配が感じられないですよね。本当に心配でありますし、じゃあ本当に誰だったらね、それきちんとやってもらえるかな。次が、本当に高市さんしかいないなっていうふうに思いますね。はい。関連で、高橋陽一さんの、ツイッターをちょっと紹介して、ください。岸田訪米？リンクはこれでいいんですね。はい。MBS ラジオですね。はい。岸田訪米、支持率低下の中、挽回策、ね。ウクライナ支援、肩代わり。もう2兆円を超えましたね。今までの累計がね。で、北朝鮮で国交正常化などを言うとまずいと。オッペンハイマー、日本人として腹が立つ。今国会で審議中のセキュリティクリアランス法案で欠けているハニトラ条項の重要性と見ればいい。後半は別の話題になりますが、高橋洋一さんも、我々と同じような見立てをされていらっしゃるということであります。これ、議会演説を多分やるんだと思いますが、どんな盛り上がりになると思いますか？全く盛り上がらないと思います。英語でやるのかな。英語でしょうね。岸田総理の英語ってあんまり聞いたことないね。私も聞いたことないですね。とにかく、頑張っていただきたいと思います。エールは送らせていただきます。23日となりました。本日も発見ツイッター探偵だ、以上とさせていただきます。大変の皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。副団長もお疲れ様でした。ありがとうございました。